文言語は、東大草科の人絵型属スカインツヨーファイトンの植物で、かつては、ライシナゲンドランラウタネニーの名で知られていた。木は大きく広がり、高さは15から20メートルにも達する。樹木の茂った丘や、砂丘の内部に見られ、カラハリ砂漠の土壌型に関連している。葉は、特徴的な手の形で、紅白色の木材はバルサに似て軽くて丈夫である。 黄みがかった花をつける。卵形の柔らかい果実で、毎年3月から5月にかけて熟して落ちる。くぼみのある、厚くて硬い殻の周りの薄い果肉は食用になる。さらに殻の中身は栄養価が高く美味なナッツである。文言語は、アフリカ南部に広く分布する。いくつかの分布体に分けられるが、最大のものは、ナミビア北部からボツワナ北部、ザンビア南西部。 ジンバブエ西部に及ぶ。他の分布帯はマラウィ東部、またモザンビーク東部に見られる。一部の地域では文言語の果実とナッツは主食と称されるほどよく食べられる。特にボツワナ北部とナミビアの三人の文化において最も顕著であり、三人の社会では少なくとも7000年以上にわたって消費されてきたことが考古学的に証明されている。 その人気の一部は、一年もの保存に耐える、保存性や方向に起因している。まず、皮を柔らかくするために乾燥した果実を蒸らす。皮を剥いてから、栗色の果肉が、内側の硬いナッツから剥離するまで水で煮る。柔らかくなった果肉は食べ、ナッツは、後で煮るために取っておく。あるいは、ナッツは、象の糞から集める。硬いナッツは、消化過程を経ても無傷で、 残るため、象がナッツを集める仕事をしてくれるのだ。行っている間ナッツは直接火に当てず、砂を使って、熱を均等に拡散させる。一度乾かすと、殻は、簡単に割れ、柔らかい内側の殻に包まれた中身が現れる。それをそのまま食べるか、砕いたものを材料として、他の料理に入れる。ナッツから取れる油も、冬の寒気に赤を鳥肌を潤わせるマッサージに、 利用する伝統がある。一方、硬いナッツの外角は、占いの骨として人気がある。軽くて、丈夫な木材からは、優れた釣り浮き、玩具、覆い、ガバンが作られる。近年では、ダーツバや荷箱を作るのにも使われている。文言好みは、非常に栄養価が高く、人間にとっても少量で、効率的に、 カロリーを取ることのできる有用な植物であり、文言語の木がたくさん自生している地域に暮らす、三人は、この実を食用として採集するために1日平均2から3時間程度の労働をするだけで十分に生活が成り立っている。かつて欧米人が三人に農業をするよう、勧めたところ、三人は、文言語の実が、その辺にいくらでもあるのに、どうして、 わざわざ農業をしなければならないのかと言って、取り合わなかったという逸話もある。ナッツ1 0 0ムあたり、ありがとうございます。